聖波ドガンダレラ国立公園は、ブラジル、ミナスジェライス州に所在する国立公園である。ベロオリゾンテ市の貴重な水源地である、大西洋岸森林が残されている山岳地帯を保護している。聖波ドガンダレラ国立公園は、ベロオリゾンテ市から約4 0トル離れた自然保護区域である。国立公園は、ミナスジェライス州のカエテ市、イタビリト市、マリアーナ市、 ノバリマ市オーロプレット市ハポウスス市リオアシマシ及びサンタバーバラシにまたがっている。また、国立公園の一部はベロオリゾンテ大都市圏に属している。国立公園の広さは3万1270.83ヘクタールである。聖波ドガンダレラ国立公園は大西洋岩森林の生物群系に属している。国立公園において、 損なわれることなく残されている大西洋岸森林はミナスジェライス州において最大のものでありほぼ良好な状態にある。国立公園からの水はサンフランシスコ側の支流であるダスベイリアス川、ピラシカバお及びドーセ川の流域に流れ込む。ダスベイリアス川はベロオリゾンテ全体の水需要の60%以上、大都市圏の水需要の45%をトを賄っている。 水は正常であり、ほとんど処理を必要としない。国立公園には100以上の洞窟があり、得意な種の生息を支えているものや、考古学的意義を有するものがある。ノバ、リマ市近くの森複数の市民団体の要請を受けて、シコメンデス生物多様性保全研究所は、ベロオリゾンテ市の水源地の大部分を保護する公園の建設を提案した。当時、水源地は、 鉄鉱石の採掘による深刻な脅威にさらされていた。2010年に行われた最初の提案は保護面積を38,220ヘクタールとしていたが、この面積は公園の建設前に削減された。この計画に関する公的な議論は2012年4月10日に開始された。聖波ドガンダレラ国立公園は連邦令により2014年10月13日に 設立された。同じ連邦令により、新たに3万ヘクタール以上が、アマゾナス州のミディオジアではエクストラクティブリザーブに、加えられ、パラナ州にギャレコナナショナルパークが、また、ミナスジェライス州にナセンツジェシラス、サステナブルデベロップメントリザーブがそれぞれ設立された。聖ハドガンダレラ国立公園は、国際自然保護連合の自然保護地域のカテゴリー2に分類されている。 高山草原、残存する、半落養生森林、大水槽の観葉地帯並びに、山、大地、川、滝及び、自然の植生の風景といった、鉄鉱石四角地帯の構造に関連する、生物学的、地質学的、洞窟学的、水文学的遺産の標本を保存することが聖派度、ガンダレラ国立公園の目的である。公園の領域は、水を供給する、 大水槽が属する地層を完全に保護してはいないため、協議を行った市民団体の要求を充足してはいない。バーレによる40億ブラジルである相当のアッポロ鉄、鉱石プロジェクトの対象地域は国立公園から除外された。他方、公園には周囲のコミュニティが伝統的に使用していた地域が含まれているため、対立が生じる可能性がある。 愛子炎病の代表であるロベルト・ビゼンチンは38,200ヘクタールから31,200ヘクタールに公園の面積を減少したことも、鉄鉱石採掘による汚染のリスクも、この地域の低い人間開発指数を考えるとやむを得ない妥協であると擁護している。聖波ド・ガンダレラ国立公園に生息する著名な動物であるジャガー聖波ド・ガンダレラ国立公園が所在する。 鉄鉱石四角地帯は、大西洋岸森林のバイオマスが、カンポセハードのバイオマスに移り変わる地域にある。これはこの地域の生物多様性の増加、すなわち、両方のバイオマスの代表的な種の存在に、貢献している。セイハードガンダレラ国立公園に生息する、動物としては、以下のものが挙げられる。ストシターフェタエイジェ外リア植生には、いわば、草原、サバンナ、 森林などがあり、いずれも良好な状態で保存されている。聖波度ガンダレラ国立公園内において見られる以下の植物は絶滅危惧通類に分類されている。ありがとうございます。